おはようございます。9月18日水曜日、朝4時47分です。今朝はこれをいただきます。じゃん、ごっくんまじ村。以前高知県の方からのお土産でいただいたね、ドリンクになるんですが、他の地域でもどうなんだろう。こっちではね、かなり有名な、ジュースで、柚子味のジュースになります。柚子の中に、あと、蜂蜜とかが入ってるのかな？すごくね、さっぱりとした飲み物で、すごくおすすめできます。というわけで、早速、いただきます。ちょっと軽く振っとこうかな。それでは、いただきます。ああ、朝からめっちゃ爽やか系だな、ほら。うまい。昨日、これが届きました。じゃーん。これ。iPhone 11じゃないですよ。11はまだ発売になってませんから。これは、iPhone XR ですね。一つが子供、下の子用で、もう一つが、奥様用です。で、今まで、子供に関しては iPhone6 で、奥さんが、iPhone6S プラスかなと、もうかなり古い、端末を使ってたんですが、そろそろもうバッテリーがね、もう持ちが悪くなってきたということと、途中でね、バッテリー交換はしてるんですけど、さすがにね、バッテリーの持ちも悪くなってきたということと、そもそももう端末自体がかなり古くなってきたので、今回、iPhone11 の、発売と同時に、発表と同時に価格が下がったこの iPhone XR を購入しました。実はね、 iPhone XR もう1台、あとね、数日後に届く予定です。というのが、それがね、上のこの、端末になります。だから合計今回、iPhone XR を3台購入しました。昨日届いてからも早速ね、開封して、この2台データね、移行させて使える状態にしています。今日ぐらいから使うんじゃないかな。さすがにね、ピカピカですね。今自分が使っている、このね、 iPhone ですが、これがね、 iPhone7 ですね。7なんで、7でも特に今のところね、困ってはないんですけど、もうそろそろタイミング的にね、やり替えしようかっていうことで、結局ね、新しい iPhone、購入しても、発注しています。予約しています。で、結局ね、いろいろ考えた結果、今回ね、購入したのはこれにしました。9月20日に発売される iPhone 11です。当初はこの10R をもう購入するか、 iPhone 8を購入するか、どっちかにしようということでね、かなり悩んでて、実際、お店の方にもね、現物確認に行ったりしたとかして、いろいろあれこれ、思い悩んでたんですが、結局ね、もう最終的に出した答えはこれです。 iPhone 11です。サイズ的には、現在使用している iPhone 7と同じ大きさの iPhone 8で、ホームボタンがね、あるもう最後のタイプになるので、もうそれをね、買おうかなと、かなり心は傾いてたんですが、どうも来年の春に iPhone 8の後継機が出るような、そんなね、噂が、ちらほら出ていて、で、そのタイミングで iPhone 8をね、今買うのはどうかなって、まずそこがね、一つこう疑問に思ったのと、じゃあ、10R にしようかなということで、10R もかなりね、心揺れてたんですが、 10R と実はこのね、 iPhone11 で、1万円しかね、価格差がないんですよね。で、1万円しか価格差がないんだったら、やっぱり新しい方がいいかなと、そこでまたちょっと考えてみたんですけど、1万円ですよ。もう1万円だったらね、やっぱり新しい方がいいんじゃないかなということで、今回購入することになりました。10R と11って、このね、サイズ自体はもうほとんどというか、全く重さからしてね、同じなんですね。で、サイズ的にはね、ちょっといろいろ不満があったり、あと、フェイス ID とかあるんですけど、そのあたりはね、使ってるうちに、慣れてくるかなっていうことと、
あと、まあ、今回購入した先がアップルストアからになるんですけど、まあ、2週間以内だったら返品できますよということなので、まあ、実際に、ね、使ってながら、まあ、どうしても不満があるようだったら2週間以内に返品して iPhone8 にひょっとしたら、買い替えるかもしれません。まあ、そのあたりはね、また、動きがあった場合はお知らせしたいと思います。で、購入したのがこの iPhone11 のもう、単純にこのねブラックで、で9月20日発売なの で一応発売日に届くように、なっているようです。まあ、一番のね 10R との違いはこのカメラですね。まあ、10R の時はもうカメラが、まあ、シングルだったのが、サイズは全く同じなのに、レンズカメラが2つになってますね。まあ、あとはそんなにね大きくは変わってないとは思うんですけど、まあ、そもそも iPhone XR 自体を使用したことがないので、まあ、全くね、比較のしようがないんですけど、まあ、やっぱりね新しいの購入したということで届くのが今から楽しみです。現在の時間が5時過ぎになりました。そろそろね子供を起こさないと、部活の朝練に間に合わないので、これ飲んだらね起こして朝の準備したいと思います。あーうまい。というわけで、今日少し短めになると思いますが以上となります。今週末はまたね今度八島カーニバルっていう、県の大会がいつもの八島競技場で開催されます。またそこにね2日間お手伝いに行く予定なんですが、天気がどうもね今回はかなり怪しそうですね。まあ、そんなことも言ってられないので、また2日間ね頑張ってお手伝いしてこようかなと思います。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。